YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。今日です。本日はマクドナルドの新商品でございます。声がそうですよ、死んでますよ。テリマヨギガベーコンテリータマ、ギガベーコンテリータマ出してみよっか。新しいやつ、なんか桜の味だって、かわいい。新しいやつ、そうそうそう。これはこれは私のカフェモカ。これは何、それはアイス。これ桜の味で新商品なんだ。新しいやつ、うん、新しいやつ、ね、なんかめっちゃあるんだけど、なんなん、そんなマック頑張って新商品出したの。新商品はこれ、このベーコンでかいの挟まってるやつね。うん、これが新商品。あとのこのチーズてりたまと、うん、あと普通のてりたま、うん、これはもう既存のやつ。きょうちゃん違うよ、それは違うよ。そのポテトも新商品のやつ。何それ。桜エビ塩。じゃあいただきますしていい。はい、どうぞ。てりたま食ったことないわ。あ、ないの。うん、ギガベーコンてりたま。はいはい、脂肪スーパーマヨネーズ。はい、忘れちゃう。おー、いただきます。はい、これマヨネーズなのか。これマヨネーズ、うん、マヨネーズ。俺食べれるマヨネーズ、うん、もしかして前回俺が食べれるマヨネーズって言ってたから、マクドナルドさんに届いたかも。これうまいぞ。おいしい。そうだね、マヨネーズ感あんまなかったね。酸っぱくないマヨネーズ。こんなこと言ってハンバーガー 何求めてんだって思われるかもしれないけど、うん、すごい大味。これさくらんぼ味だって。鼻が詰まってる可能性あるな。これが何？さくらえび塩です。ダメだ、じゃあダメだよ。どうしたの。鼻詰まってて味がわからんでや、今日ポンコツ。うん、エビの香りすごいよ。いや、うまいと思うんですよ。うまいわこれ、エビ、うん、エビの香りが半端ない、うん、鼻詰まってて何の味もわからん。うん、ゴミだ。終わりなんだな、わかるかな。うん、桜味。うん、全然わからん。あ、なんかシャキシャキしてる。きっと多分美味しいやつ、それも。うわ、普通に美味しいやつ。いや、すごい匂いする。桜餅の匂いする。いただきます。なんか桜餅の味っぽい。ご飯食べたのにこれ。ダメだよ。わかんない。あ、え、さっきと同じマヨネーズだよ。ザスタンダード。ザテリタマって感じ。というわけで鼻が詰まってる時の。これは？これは食べてないですよ、絶対食べてないじゃん。あ、急に病弱になった。いいから一口食べてごらん。どう？わからん。皆さん、風邪なのかわからないが、喉からも来る、鼻からも来る、なんでしょうね、風かな。鼻が詰まってる時に食べ物を食べる時は皆さんお気をつけてください。それじゃあ、さよなら。うちー。